車の動きが機敏になったからね。今夏用の硬いタイヤでまだシェイクダウンしてるんだけど、基本的に車のバランスとかトラクションとかは非常にいい。いい車っていうのはやっぱりポンと下ろしてバンといった時にバシッとこないとダメよ。もうある程度全然話にならなくて、そこからセットアップっていうのはもう話にならない。もう車はもうそこそこ出来上がってるよね。